キハイ E120 イ系機動車は、東日本旅客鉄道の一般系機動車。2008年11月1日から、営業運転を開始した。2020年からは、仙台支社管内の只見線でのみ運用している。2008年4月16日、新潟支社の公式サイトにおいて、米坂線、万越西線、白新線、宇越本線向けに投入、運行されることが発表された。 導入数は8両。2006年の機械 E130 系導入の際に、同系列の軌道用アルカリ蓄電池を納品した小賀電池がそのトピックスで、機械 E130 系と、機械 E120 系47両に採用されたと発表した。2008年6月に、黒山駅新潟駅新津駅と、公衆輸送され、新津運浴に納入され、同15日午後に、 新潟駅一番線にて、報道公開の後一般公開された。2008年11月1日に営業運転を開始し、当初は、右越本線3本、万越再線、新越本線4本、米坂線4本の、計11本の普通列車に充当された。その後、2009年3月14日改正できは110、計とともに、 米坂線でのキハ40.4748系、キハ52系、キハ58系の運用を置き換えた。これによりキハ52系、キハ58系は、新潟支社管内の定期運用から撤退し、キハ47型比例防車のごく一部が廃車された。新潟県北蒲原郡清浪町に製造拠点を、奥新潟トランシスが全車両の製造を手掛けた。 新潟トランシスの前身の新潟鉄工所は1997年に開業した北越急行の一般型車両 HK100 型を製造した例があるがこの車両は新潟トランシス発足後初めて JR 東日本新潟支社管内へ納入した新型の一般型車両となった新津海育児の旧カラー車体は E231 系電車の構造を踏襲したステンレス製軽量構え体で混雑緩和を定員像で対応するためキハ110系よりも広い幅2900ミ、mm、リメートルの広幅車体とし、客用扉は幅1300ミ、mm、リメートルの両開き扉を片側2箇所に設けている。基本的には3扉のキハ E130 系から中央部の客用扉を省略した構造である。 車体用部から裾部にかけて、車体幅を絞った、裾絞り構造であり、側出入り後部の靴ずりを延長して、車体とホームとの間隙を小さくしている。構造は寒冷地仕様となっている。床面高さはキハ110系より 45mm、下げた位置 130mm であり、出入り後部においてもステップを 45mm 下げることで、ホームとの段差を縮小した。 空調装置は集中式の AU732 型で能力3 8 3 7ットを屋根状に搭載する。当初の車体カラーリングは福島県、山形県、新潟県にまたがる、飯出連邦の舟林をイメージしたオレンジ色をメインカラーとし、荒川渓谷の七か窓をイメージした赤色の細体をアクセントカラーとして配色した。客用、ドア部分は目立つ。 用社街、社内とも黄色とした。また、SL 万越物語の客車側面にもあるお古女が描かれているのが特徴であった。ただ見線への転用に伴い、キハ40系の東北地域本社色である、ただ見川と残雪、冬の厳しさに負けじと燃える新緑の山々をイメージする緑色と黄緑色の2色の帯が入るカラーリングに変更された。 座席配置はキハ110系同様にセミクロスシート構造でロングシートとクロスシートがあり、クロスシートは型持ち式で二人掛けへプラス一人掛けである構造。基本的な車内構成はキハイ130系とほぼ同じである。本系列は各部にバリアフリーに配慮した設計が施されている。車椅子スペースや車椅子対応の様式トイレを設けている。車椅子スペースには 車椅子に座ったまま使用できる高さに対話型の車内非常通報装置を設置する。トイレは車椅子スペースの向かい側に設置し、実規格に適合する電動、手動の車椅子で使用可能な空間を確保し、客室内の見通しを妨げないように枕木方向の寸法を可能な限り切り詰めている。汚物処理装置はシンクル吸引式で周期対策を図り、 トイレ出入り口はボタン操作による自動開閉式である。途平装置は半自動対応で車内、車外に押しボタン式スイッチを備えている。優先席部分にはオレンジ色の吊り革を低い位置に設け、客用扉にはドアチャイムや開閉時に赤色で点滅するドア開閉表示灯が設置された。側窓は上下分割上部加工窓と固定窓を組み合わせた。 大面積の仕様で、ガラス素材は、光線透過率の低い乗用車用、汎用強化ガラスを用いる。熱線吸収率も強化され、赤外線を100%遮断する。行き先表示器は、前面、側面ともに、LED 式で、側面のものは日本語と英語を交互に表示する。乗務員室背面直リブ中央には、デジタル式運賃表示器及び、 LED 式車内案内表示器を設置している。自動放送装置を搭載しているほか、車外案内放送用スピーカーを設置している。運転室はキハ110系に準じた半室構造で、非貫通時は客室との間に設けた引き戸により、運転室及び女子側の空間を客室と完全に仕切る構造である。引き戸には、傾斜式固定装置を取り付け、貫通時には、 扉が開いたままにならないように自動で閉トする構造である。貫通時は運転室を開けとにより完全に仕切ることができる。主観制御機は左手操作式ワンハンドルマスコンが採用されている。保安機器では緊急停止装置と緊急列車防護装置を標準装備している。乗務員支援用にックスを搭載している。各番台とも乗務員室内には異常時に 非常用はしごとしても使用可能な補助腰掛けが設置されている。またワンマン運転時は下部の運賃箱と上部に回転式の仕切りで客室と区切る構造である。運賃箱は助手側背面に完全収納できる。運転室背面仕切り部には非常用脱出口が設置されている。駆動用のディーゼルエンジンは環境負荷に配慮し、 北海道旅客鉄道のキハ150型が搭載している絵の KDMF15Hz をベースとしつつ廃棄中の窒素酸化物や粒子状物質を低減できるコモンレール式燃料噴射装置などを採用した小松製の新型ディーゼルエンジン SA6D140HE-2 を採用している。車体重量は増加したが変速機の性能向上によりキハ110系とほぼ 同等の駆動性能を確保し、同系列との並結運転も可能である。このため電気連結器が上下二段式となっており、本系列同士では上下段とも連結、キハ110系との連結時は上段のみ連結する。これにより、ィックスにて車両の並結機能の切り替えを行っている。最大で8両編成まで連結することが可能である。 変速機は CS 付き DW22 系直結4段液体変速機である。CS により富士電気システムズ製69馬電動発電機を使用して車両電源を出力している。台車は軸量式のボルスタレス台車 DT74 型 TR259 系である。基礎ブレーキ装置は片押し式のユニットブレーキを使用している。二千二十年三月以降、 八両全車が、郡山総合車両センター、藍津若松発出所に配置されており、只見線藍津若松藍津川口間で二両編成、または三両編成で運用されている。只見線では、ワンマン運転は行われていない。また、車掌乗務時の停車駅案内は、自動放送ではなく肉声放送で行われる。2021年3月大夜改正より、万越再選。 ア津若松のマツ・ザワ・の下り一本で運用開始予定。2014年7月改正時点での新潟支社管内の運用車両キハ110系との併結運用番越再線での運用申請時から2020年3月までは8両全車が新津運輸区に配置されており、キハ110系と共通運用で新潟支社管内の非電化区間で広範囲に運用されていた。申請当初から 新潟駅が高架化される2018年3月までは運用範囲に支障がなく、キハ110系と本形式の運用は分かれておらず、常に共通運用されていた。そのため、中間、戦闘に関わらず並結運用も多く見られ、1から5両編成で運用されていた。2018年3月大夜改正までの運用戦区は以下の通り、2018年に、 新潟駅高下,下に伴って ATSP が導入され搭載していない本形式は乗り入れ不可となって以降はキハ110系と本形式の運用が分離された上越本線と米坂線の各区間において本形式同士の2両編成での運用があったほか磐越再線の会津若松新潟間一往復及び新越本線の新潟新一上り一本においては 波110経緯2018年3月から2020年3月までの運用線区は以下の通り、2018年3月以降の運用では、上津本線と米坂線でワンマン運転を行っていた。なお、車内運賃表示には、米坂線各駅、上津本線新津駅坂町駅間、鶴岡駅坂田駅間、新越本線新潟駅新津駅間、 万越西線二津駅五千駅間、白新線豊坂駅の表示がされていた。ありがとうございます。